はい、こんにちは、まるこです。皆様ご報告があります。もうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますし、ちょっと遅くなったんですが、なんと8月9日に私のモルコチャンネルの登録者数が1000人を超えました。今ね、ちょうどもうちょっと増えまして、1030人くらいの方が登録してくださってるんですけど、いや、もう本当に本当にいつも動画を見ていただいてる方々、チャンネル登録してくださる方、コメントしてくださる方、陰ながら応援してくださっている方、もう皆様に本当に感謝しかないです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。趣味で始めた YouTube なんですけど、まあアイドルが好きということで、始めた当初はまだ欅坂だったんですけど、欅坂が特に大好きで、もうそれを発信する動画を撮りたいっていうところから始めて、こんなにたくさんの方に見ていただけて本当に嬉しいです。まあ、そうですね、ちょっと振り返って、なんかいろんなことがあってというか、そうですね、始めた頃はちょうどコロナ禍ぐらいだったかなと思うので、初めて見たものの、その時アイドルの現場ってライブもやってない、ライブ配信とかだったかな、とかあと握手会もやってない、見送りも途中からだったんで、オンラインのイベントもないってなると、本当になんかないなってっていうので、結構悩みもありましたし、あとは始めた当初は学生だったので、学生の時の方が意外と時間がなくって、テストとかもうそういう試験とかいろんなことに追われて、割と時間がなくって、私の中では社会人になってからの方がちょっと余裕を持ってできているかなっていう気はしてるんですけど、そう、そういうこともあって、なので見ていただけると分かるんですけど、もう始めて3年ぐらい経つんですけど、最初の頃って全然更新頻度が少ないんですよね。もうネタがないのと時間とっていうで、まだね、始めたばっかだと編集とかも慣れてないし、そういうのもあって時間もかかるし、まあそういうのであれだったんですけど、まあだんだんね、見ていただける方も増えて、私も社会人になってちょっと余裕もできて、イベントも少しずつコロナ禍ではありますけど、感染対策を取りながらイベント再開できてきてるので、たくさんの動画たちを届けることができてます。あとね、ちょっとこれ自慢じゃないんですけど、自慢というか、ちょっとこれは自分の中で頑張ったというか誇りたいことで、なんだろう、今までの動画見ていただいた中で、ちょこちょこ高校の時の友達と行った動画とか、ライブとかも一部高校とか大学の時の友達と行ったやつとかも載ってるので、顔はね出さないようにとかしてるんですけど、まあ、そういう子はどうしてもね、撮影の許可を得なきゃいけないというか、撮影したいんだよねって話をしなきゃいけないので、どうしても私が YouTube をしているってことを話さなきゃいけなかったので、まあそのね、友達も結構仲のいい友達だったので、まあ話してもいいかなっていうところで知ってるんですけど、まあ家族も知ってるんですけど、他にはほぼ言ってないんですね、これやってることを。まあただ単に、まああえて言う必要もないかなっていうのと、まあ、恥ずかしいから見られたくないっていうのがあるんですけど、なんて言うんだろうな、そうやって周りの子に自分がやってるよっていうことを伝えれば、多分もっと登録者数も早く1000人に達成だと思うんですよね、周りに協力してもらって。でもその力なしに、っていうか、その動画一緒に撮ってくれた子も多分私のことを登録はしてないと思うんですね。ただ撮影に協力してくれただけで登録してないかなと思うんですけど、そうやって身近な人の協力、まあ撮影にはね協力していただいてるんですけど、そのあえて登録してチャンネル登録してって、そういう協力をしてもらわずに
1000人を超えたっていうのがすごい嬉しくて、まあ、ちょっとね知ってる方もいるかもしれないんですけど、一時期アイドルを目指してた時期がありまして、実はでその時に私のことを知ってくれた方もうほんと数名だと思うんですけど、その方たちも登録してみてくださってる方もいらっしゃるので、というかその方たち のお力も本当にあるんですが、もうほぼほぼこの坂道系の YouTube の内容を見てとか、あとは私はライブの時はツーショット企画っていう企画の動画を出してるので、まあそういうので関わってくれた方、そういうオタクの方とかを通してだんだん増えていって今の結果かなと思うので、それで本当に純粋に坂道のアイドルを通して私のことを知ってくれて、というかそのここの動画にたどり着いていいなって思ってくれた方がほとんどで、ここまで来たのがとても嬉しいし感謝しかないですね。まあ今後も特に変わりはないんですけど、まあ引き続き情報を発信していきたいですし、アイドルのね、まあちょっと収益化っていうところなんですけど、まあそこは、まあ、始めた当初は別に利益とかそういうの何も考えずにただただやりたいからやっただけなんですけど、まあここまで来たので、まあちょっとぼちぼち考えようかなとは思ってますけどって感じですかね。まあまたちょっと重大な発表とかあるときは必ず皆さんに伝えようとは思っているので、これからもモルコチャンネルぜひ応援していただけるとありがたいです。本当に皆さんのおかげです。本当に本当にありがとうございます。皆さんに直接ね、会ってお礼を言いたいくらいなんですけど、届いててほしいです。それでは今回の動画以上です。本当に皆さん大好きです。ありがとうございます。また今後も動画見てくださいね。バイバーイ。